全部ダン使ったわ。弱いわやっぱり。3-2。俺とヒャダどっちが最下位やこれ。これが最下位やな。結構オールランダムいけると思ってきてた。全然ダメでしたね。え、平田全員に負けたから負けちゃう。全員負けたです。だって、いや間違っとるやん、ここ。ここ×やん。公約っすね。さてと。どっちがどっちなんやこれ。いやー意外となんかこう見てて思うようには動いてくれないですね。あれすればいいのとか思うんですけど、あんまいらんこと考えたらダメですねやっぱり。そうそうそう。さて小狐のケツ固めが歪みなくそこから昇竜まで持っていきたい気もする。あごめんよく聞こえへんかったけど、まあまあまあいいわ。あとなんかユリが、まあ、真面目に喋ろうか。テレビもそうやな。飛びが刺さっとるな。なんかちゃんとやることなさそうですね。ちゃんとユリどうなんですよねこれ。なんか雑魚低いキャラ全般的にやりにくいユースがある。あ、覇王昇降拳がレベル3。レベル3。まあレベル2だと全然しなかったもんね。あ、レベル2キャンセル最速でなんだっけビンダー入るかな。普通にレッパに行ったらいいと思うけどな。レッパね、逆キャンない。逆キャンないな、確かに。でも覇王昇降拳もないっすよ。画面端やったらこう覇王昇降拳であの100列ビンダー入るんだけど、なんか謎のシューパンが勝ってるね。ユリの剣士は立ち強剣しか知らないわ。立ち中剣も使えなくなる。あれあの吐き脚みたいなやつ。当たった。エリセット空中ヒットだから4ヒット安いね。相打ち取ってソニックでダメージを生むサイハー。そうしたらちょっと面白い。あの KOF13 のサイハー結構強いんだけどね。どう強いんですか。相打ち、ゲージが多いし、まあ、体力アッパー出て、まあでも体力持ってったし、ゲージもお互いないから、美味しいんじゃね？マキ使えるか知らないけど。もう走ってますね、走り方は知ってるようです。俺知らない。マキあんま崩し方わかんなかったな、さっき使って。あ、なんかあれ、画面端で三角飛びして中段が強い。あ、そうだな、確かに。だから自分画面端で追って結構強いっていう珍しいキャラでは、マキは。あと飛び込みも確かに判定強いです。うん。お、いいね、垂直ジャンプ、強キック。で、マキは貸して。お互い竜対象かい。これ、このままお互いゲージマックスになったらさ、マキが強制的に死んで、対象戦で、ゴブの状態で頑張ってよみたいな。面白そうなんだけど、見てるねなんか、ぴょんぴょん飛んでますね、来て。まあ、それが正解だと思います。しかし、なんか。最後中段なんですね、これね。昇竜拳カウンターで入ってますね、これ。減りますよ。まあでもカウンターのダメージ1ヒット目だけやから、ね、え、なんてやつ1ヒット目だけやから、カウンターヒットダメージ。そう、減らんの。そこまで変わんの。まあダイレクトとか、ロレントのあれめっちゃ結構変わるけど。ダイレクトは確かに全然ダメージと思って。とりあえず、この組み合わせ。線ずれるからね。竜と竜。まあまあ、ほぼ五分じゃねえ状況。あ、ちょっと、まあ左右からからあるから。まあ、竜と竜の玉打ちのセンスが問われるっていうね。まあ、このゲームあんま波動強くないですけどね。でもセンスはいい。まあ、ただお互いにこう波動抜けてくる技発動だけしかないから対空が出ずに、あと周りこめくりから入らない。なんかこう珍しい組み合わせじゃん。ああ、弱中当たったがヒット確認はできず。これどっちがどっちだ。あ、昇竜出なかったね。勝ってる方がきつねか。あー、強パンから真空波動レベル3。うまいこと出なかった感じ。まあ1本目勝ったのはきつねということで。うん、まあ正直これ3なんかもう5割ぐらい運だよね。いや、もうなんかやりたい、結構あんまなんか余計なこと考えずにちゃんと対空出る人とか、まあそこら辺のシンプルなところ。まあ問題はどの技が対空技かどうかっていうのをちゃんと知ってるかどうかっていうね。僕も非常に使ってるのでスライディングで対空しましたから、ね、スラで対空できるのなんか気持ち的にいけそうな気がしたんで、ね、お互いアジア引いてるのが面白いけど、このゲーム C アテナあんま面白くないよやっぱり。まあしゃがみ強化しかすることないからね。 A アテナとかまだやることあるけど、アテナもなんか逆キャンでコンボムービーみたいなできた気がするけど、あんま思い出せない。でもこれどっちが、どっちが有利か分かんない。おー、いいね。あ、ちなみにあの、昇竜から派生で幻影キックだっけ、なんか繋がるから。中央でも入りますよ、ヒットからやったら。
弱弱ゲージない時のフルコンボがジャンプ攻撃安いからね。そうジャンプ強、立ち強、バン、幻影キックなんだよね。昇竜幻影キックよりダメージが高いっていうのが楽しいよ。とりあえずエアバーストを決めた。エアバーストでちょっとかっこいいコンボできるけど当たんない。エアバーストが対空に使えたら結構強かったかもしれないけどね。あと発生がもうちょっと入ってもよかった。あーやりすぎました。あんま減ってないですね。おーっと目の前で3列。あーお前クライアス見たいね。俺もパンツ見たいね。さてと中盤中盤大ゲックで食べましたね。リョウは使ってて思ったのは最後ソードが生で入って振り向きに5本相模強パンのリーチ短いな。短いですね。絶対カップエコン調整間違ってますので。立ち強系ギリギリ届いた今。なんか弱弱弱から相模強パンからしっかり5本までいい疾風脚とか入ってもよかったと思うんやけどな。このゲームまで仕込んで、あーまあいい疾風脚がコースモに使えてもよかったよね。もうちょっとため技じゃなくてもよかった気がする。当たり方おかしいね。っていうか、リョウの通常技全般的になんか地味にやっぱあんま強くない。リーチ短いねんな、リョウは。カップコンちょっとやる気ないですね。80系とかは一応使えるんだけど、それでも短いから。足払いも長いんやけど、ジャストされたら終わるし、ね。足払い意外と短い。ダイニング、クリスタル、ビッド、当たったがそんなに減らない。アテナも下で、アテナでしか強くない、基本的に。アクロ対空だから。あっと、謎のコンボ削られるっていう屈辱的な負け方です。あ、次アテナアテナ、正直正直絶対誰も面白くない。多分デオ暴れするゲームですね、これ。アテナ可愛いよ、アテナっていう人ぐらいしか見てて面白くない。アテナ、僕このままアテナコスチュームも嫌いじゃないですけどね、僕は。うん、そうっていうか、とりあえず雑魚、あー、最近受け止めた。当たり方面白かったな、今の一応これ、立ち中盤から相模強盤つながるんだよ、アテナ。それしか繋がんないやつ。ゲージない時のコンボがジャンプ攻撃、立ち中パン、しゃがみ強パン。それウェイ、まあ、言ったら使ってくれましたけど、なんかアテナなんかコンボないんかな。ないな。とりあえず飛びが落ちなさそうやね、アテナ側は。ベガのしゃがみ強パンにキャンセルかかったら強かったかもね。それはもう KOF 仕様です。でも戻ってもよかったと思うな、全然。あ、でもあれやな、 KOF しようって今日も KOF だったらあれだもんね。88式にキャンセルかかるもんね。あ、かかりますね、確かに。足払い弱いんだよな、またこのアテナ。アテナの足払い使うぐらいの高見強パンでいい。そうなんですよ。ダウン取りたい時にやったけど、さっきめっちゃ使ってしまったよ。これ最高の振り向きにさ、鉄球大ボス入る。頑張ったら入るんかな、わからへんけど、でも相当シビアじゃないですか。2位が入って画面端で地球で暴れたが、レベル3にプレスナイトメア、まあ、止めとくべきだしね、今の車内パンで暴れる。あ、今の反撃むずいな。飛びが強いですね、うん、ベガ飛び強いけど、まあ、チャンの体育も弱いからね。まあ、ちょい弱いこと使うしかない。立ち強パンでいいんじゃね。まあでも立ち合いパンだとあれは鉄球が出るかもしれない。あ、そっか。いや、反撃むずいな。最高踏んづけて、なのスパコ狙いにしたけど、体力は残りわずか。前線から消費、あ、今の1ヒット目で逆キャン、サメができてないから。あ、チャンス遅いか。相手は無情にもガードされた。無理やな、あれ無理やな。チャン結構むずいな、やっぱりこのチャンペがあって相当不利なんちゃうじゃん、これ。別にそうですね。いやー、しかし2月13日はセイバー大会のため、こちらの台は入れ替えとなりますし、いきなりバレンタインの話かと思いましたよ。うん、カップエースないらしいです、2月13日。どっかに1台あるみたいですけど、大で、ユリ多いなー。お、豪気、まあ、まだ待ちなきゃいけないけど、イオリ、ザンギ、テリー。おっと、これはまあどっちも似たような感じですね、強さ的に。まあまあまあ、ユリちょっと上手くなってきてるらしいですよ。相模強パンタイプ結構強いね、ユリ。そうなんかな、上の方の飛びやったら。さあ、テチャリさんのより、テチャリさんのよりあんま見ないですね。ゴーキーより、ゴーキー使っててあんまり攻め方は分かんないんだよね。勝利まで入って置き攻めに時間差起き上がりで完全にセットプレーしてた。
裏から強化パン強化やろうとしたらクラッチャーパカッチャー青いバカで目の前でとかちょっと新しいのになる同期結構いより崩しにくいんだよな。サイクリンレベル2八乙女から昇竜レベル3削りがいいですね今の鬼焼きしかも弱見えてたんですかね、まあ、俺多分あれだわ闇往来重ねつつ琴月出してる俺もそうするだまあでもおおなんかちょっとエロいですねこれなんかちょっとエロいですインストラクター仕様のこうねインストラクター確かにそうですねこれぜひユリにこうファイナンス系を決めてほしいんですけど確かに決めてほしいですよ小足暴れ狩りの小足コンパなんか結構面白い気にしますねこれやったらケツ当てますよケツ当てても無理やからな前期アマゾンで切り返して誰さん強いなまあ、余裕が強いロカちゃんなのチャイさんもうまいですよ、うん、あそれはさすがに減らねえ 俺ならケツを当てるケツ駆使しすぎですよちょっと着地にインコを飛びようあいいですねああいう力切り返し弱の全キャン超アッパー置き攻めゆりよりから弱青いかなゆりにゆりよりいいですねやっぱ小回り効かないですねゆりとがいやきついから、うん、てかまあ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 取れないからねよりきついなやっぱり、うん、まあ普段自分がどんな企業に嫌がらせしてるかこう、いいドロップキック当たりましたね置き攻めジャック強青いバナーなんか連打しだけど食らってしまった何しようとしたんでしょうかああそれですかなるほど商品上げもう名前忘れました名前なんちゃらディストラクションって違うわそれ違うわねタックあそれそれそれディストラクションドロップドロップ好きですねライデンなんか飛びが落ちないとりあえずファイヤーがこの永遠にコンビやるのが好きな感じですねこのライデンまあテリーも反撃ないしジャックからおーおおおおおおさんナイスおー駒投げ狙いに行った飛びが落ちないとビーンで投げまーや広い飛びまくりますねおー腹判定強いですがねザンギフもこれぐらい判定強かったといいと思うんですけどザンギとライデンザンギとライデン多分ライデンの方が有利でしょ有利ですよねこれいやだってさザンギコンボねえじゃんまあでもザンギあの何かできることあるからあそれできそうっすよああそれがあるなどうなるじゃんまあでも腹は明らかにだっていうのはおおいいダブルラリアット対空はでもザンギフの方がありますおおいいね見てからダブルラリーあっ普通のサイダーはいファイヤー当たったブレスレベル3怒りじゃないのでちょっと減り返すなやっぱコンボ入りすぎですよザンギフに比べてライデン、うんおーエリアルロシアンスラム入って残り体力わずかおー前転からダブルラリアット確定でしたねクイックでしたねクイックでしたねなんと飛びすぎたねむずいな一回ちょっと潰したからって調子乗りましたね確かに今何本これ4本目ブランカーブランカーはどっち引いたのザンギエ、まあ、最後ちょっと新種もみんなハオマル起きたハオマル来たリョウミナミ君が喜んでますね、うん、これ前キャラ出たんじゃね大体出た気がしますよ出てるなほとんどお前キャラ出ましたねうんベニマルもさっき出たしこれザンギ絶対つらい結構ハオマル気持ちよくなりそうどっかで前提合わせるしかないっていうまあ大体でも地上戦強いキャラにはザンギフ全体合わせるしかないですけど、うんまあ、地上戦もいいことないですあとジャンプ早いと空対空ジャンプ中盤とかが結構機能するんで、あちなみに無敵ないんで今全キャン乗せようとしてますね焦げ地段には無敵がないので超早出しするか、まあ、全キャンかけるか、まあ、だから基本的に地上かスライクはあれですね相模教パンがメインでありますねおっ大橋からレベル2そう、よく知ってますね。あれ逆キャンするとダメージが減るっていうマジですか。うんあれ止めてから一応止めてから一応ジャクジャクポケツさん入るけどダメージが少ないそれは意味ないですねあの、ジョーと一緒なるほどなジョーも逆キャンするとダメージ出るからおお、いきなりやりますねあれ結構ね、ガードされたら隙でかいんですけど東堂とか反撃なさそうなんでそうそう、これしかないんですからとりあえず嬉しそうに重ね当てをする必要まあ、重ね当てで対空かなりステップしたけど、レシンガンをここまで止まれた。こんだけ重ね当て。じゃなくてハオマル。あ、レシンザンよ。レシンザン。確か。
そんな名前やったの。竜巻バンジャー。確かね。また量か、量結構見ますね。 SNK 対決が続きますね。ジャックジャックジャックで止める。やっぱりカプコン SNK の挑戦あんまやる気ないですよ。あ、レム剣届かない。レム剣届かない。レム剣、レム剣、レム剣じゃないよ。ガードされて、おーっと、何だったっけ、名前忘れた。なんちゃら終わり。わ、おー、うまいことに暴れこいつ。ジャンプジャックから後方剣、これ昔やりましたね。反撃間に合わず、おー、うまい。極限流奥義が吸い込んで、セイサーこういうのうまいですね。リュコランプいいですね。ここで切り返して、ぶっぱ、見えてる。おう、あれレベル2回分ぐらい減りましたからね。だいぶ減りますね。逆キャンでうまいことやったら詐欺ですよね。まあそうですね、確かに。うん、うん、噛み合ってる、噛み合ってる。ためて投げて、まあほぼ状況五分だよね。キャラ相性置いといて。まあそうですね。さっき実際にボコボコにされましたけど、この組み合わせで飛びが強いんだ、やっぱりブラウン。逆からカクカク砲翼、飛び飛び、いいですね、まあまあ、飛びから中キック、これは落ちます。ローリングを電気で切り返して、こういう電撃なんかうまいこと投げられない。電気隠れってね、電気に負けちゃうんですよ、持続に。あ、惜しい。ここはシコパンで止まって、コパン電気で固め続けるが、スピバで切り返して電気を、電気じゃないわ、グランドシェイプ、ぶっぱするがガード。ああいう打ちで画面端、あー、これ電気ほんまこれ違いますね。これまだワンチャンあるよ、もうすぐゲージが止まった。使い知ったから、砲翼出ない。とりあえずゲージを貯めるキッズね。さあワンチャン来た。おーさー、今の判定負けましたね。難しいな、これもブランド無理しなくていいんで。もうブランド側はレベル3貯めないといけないけど、砲翼当たんないですもんね。レベル3貯めてもどっかでもうダイレクトカードさせたらおい。今のガキャンシーンは負けましたね。次ラストです。今どうだった？ボーラスです。さあどっち勝つんでしょうね、これ。え、今 2-2？ 今、いや、いい勝負になっていますね。最後サリさんあたりこうサガット引かないかな。誰かなんかチャイさんが3手でしてくんねえかな。分かった、これ一人3回ずつでいい。飽きる。おう、サーガーサーガーと引き寄ったで、いい、結構いいメンバーです、ね、まあまあ、キング、はい、シーチャリさん、まあ弱いね、これ最後強いキャラ引かないと。ハオマル、最後の最後でハオマルかける。これはひどい引き。でも一応ね、個人的にハオマルとサーガーとはそんなに相性悪くない。あー、でもダメ。キングとサーガーとは結構きついね。同じムエタイなのに、うん、まあ全然違いますから、まあ、俺昔レシオにキングだった時代があって、マジで大将下がったり悶絶してた。もうまあこのキング弱いですからね、カペース2のキングは。おっとクロスカッターが当たりました。これが負けた。クロスもこれが弱かったらね。そうなんですよね。クロスカッターってすることないですよ。投げて、確かにないですね。まあ、トミをまあそこそこ止めます。開き直ってクロスカッター打ってゲージダメに走ってますね。シャリさんもクロスカッターしかやってません。クロスカッター、クロスカッター、クロスカッター、なんかクロスカッターの三段活用とかできそうですね。これあってもいいですね。お、ファイナルシーファインズが最後の最後に見ました。いいですね、いいですね、いいですね。これで終わりだ。これだっけ、とどめだっけ、とどめだだったな。いや、もう俺満足なんで。もう満足ですね。対空、対空、ジャンプ、強パン、ゲージがない。青丸のゲージがない。青丸どうしようかな、これ。いや、普通に地上戦やってるから出るんじゃねえの。そんな気もしますね。おっと、距離が当たって端に持っていく。ミラミラ、おー、ジャック、ジャック、レベル3、レベル3、レベル2で最後のところでコマ投げキャンセルして、でそこからジャック、ジャックでもう一回レベル1入れる。距離は使わない。エッシン弾、攻撃弾、置き攻め投げて、コアシは全キャンで拒否る。めっちゃ減ったよ。今のダメですよ。まあやっちゃうか、でも。やばいな、キングしかいないな。トニエのキックは有利。やりますね、これ。柱が入って。意外とね、サプライズローズで反撃しないとできないんですよ。レベル1弱いんですよね、これ。投げて、
まあまあなんとかね、まあまあまだ希望はありますよ、希望は。キングはまあ前提してブッパ当てるか投げるかみたいな。いや、どっかでこう甘えて相模鏡で鉄風消したところにイリュージョンダンスレベル3が入るとかいう面白い状況があるかもしれない。そうですね、まあ、とりあえずブッパできますよ、キングは。そう、弱2発からしか届かないんで、ヒットガゴニが相当しんどいんですよ、これ。レベルに入ってトラップショー、ね、まあ意外と減りますね、劣勝差があるんで。いけますね、この飛び落ちませんね、多分。キングは無理、めくりはしっかりガード、足払いでぼかして大きく攻め、めくり入ってジャックからデッドリは出ない。そう、もう日和に溜まってます。空対空強形落として投げる、当て身を読んで投げ、これ勝ってほしいですね。いい流れですね、これ。いい流れですね、これ勝ちますね、多分。ブッパ当たりますね、うん。まあ、傘もったら投げられるし、とりあえずは怖い怖い。強形強形、レオ長い、レオ長い、サガトのデオと多分タイガミ強パンタイク知ってますね。知ってますね。あれあれ多分デオ使っても差し返しがほとんどないんです。シャガミ強パンいいですね。タイリュー超えてきましたよ。あー、さすが。しかし反撃は、ああ、反撃されちゃうんか。じゃあ2発目がちょっと遠かったから、2発目が今当て方がそうそう悪かった。2発目まで当たったら大丈夫なんだけど。危ねえ、危ねえ。あ、ちなみに立ち中キックだったら目をつながるんで、相模ジャックパンから密着からね。密着、相模ジャックパン、立ち中キック、ミラージュキックっていうコンボがある。終わりましたね、これは。仕方ないですね、最後の最後でね。まあ引きが悪かったね、犠牲が強かったわけじゃないんでね。てか上で強すぎますね、この上。終了ということで、犠牲が優勝ですね。なんか何事もなく終わったけど、これ次回やるにしても3本ずつでいいわ。もっともうちょっと練習してくるわ。じゃあ皆さんお疲れ様でした、ということで。ありがとうございました。また会いましょう。